ミドルテネシー州立大学は、米国テネシー州、マーフリースボロー市に本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1909年に設置された。日本では、中部テネシー州立大学とも呼ばれる。1911年に、ミドルテネシー市販学校として創立され、1943年に、名前を、ミドルテネシー州立カレッジとし、1965年に、 再びミドルテネシー州立大学と改名される。はじめは教育学部や看護学部が教育の中心であったが、現在は航空学、ビジネス、マスコミュニケーション、レコーディング産業と音楽産業学部が有名である。そして現在では学校の本校があるナッシュビルから車で30分ほどの町であるマーフリースボローの経済的に中核的な存在になっており、 町側としても経済の恩恵を受けている。466エーカー。現在は学校インフラストラクチャーの充実に取り組んでいる。大学内部門学部特別学科カントリーミュージックで世界的に有名なナッシュビルに近い実地を生かしたマスコミュニケーション学部のレコーディング産業学科は有名で音楽産業とプロダクション技術に分かれている。また、 航空学科やコンクリート学科も有名である。それらの学科には、州外からの生徒も数多くいる。大学院スポーツ15のスポーツチームがある。愛称は、ブルーレイダース。マスコットはライトニング。提携教育機関埼玉大学、福島大学、関西外国語大学、名古屋学院大学、西南学院大学。 ビジネススクール学部の生徒数は2006年現在で22,863名。学部の生徒数はテネシー州の州立大学で最大である。ミドルテネシー州立大学は2つの FM ラジオのライセンスを取得している。ありがとうございます。